大自然は多くの恵みをもたらしてくれます。しかし時として生命を脅かす猛威を振るうこともあります。平成23年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の巨大な地震が東北・関東地方を襲いました。太平洋沿岸を中心に地震と津波で甚大な被害を出したこの災害は、後に東日本大震災という名称で呼ばれ、私たちの生活に大きな影響を与えることとなりました。はい、区役所、無料開放してます。震度5強を観測した杉並区では、地震発生直後、区長を本部長とする災害対策本部を速やかに立ち上げました。また区立小中学校や地域区民センターなど76カ所に震災救援所や避難所を開設し、帰宅困難者や一時避難する近隣の住民などへの対応に当たりました。地震発生後1日2日と経過するにつれて、次第に各地の状況が明らかになっていきます。杉並区と災害時相互援助協定を結んでいる福島県南相馬市の被害状況は深刻でした。杉並区は直ちに南相馬市への支援を開始しました。町会や商店街など町の人たちも積極的に支援活動に参加。区内では JR 荻窪駅をはじめとする主要な駅で区民による募金活動が始まりました。さらに支援の輪は大きく広がりました。南相馬市支援チャリティーバザーなどを開催し、震災から1年後には2億円を超える義援金が寄せられました。また杉並区と災害時相互援助協定を結んでいた群馬県東吾妻町と新潟県小千谷市、北海道名寄市も立ち上がりました。それまで南相馬市との直接の接点はなかったものの、当初から避難者の受け入れや支援物資の提供、職員派遣などさまざまな形で支援に着手しました。これまで被災した自治体を支援するためには、国から都道府県、都道府県から市町村へと依頼がないと動くことができない仕組みでした。しかし一刻を争う事態に国や都道府県の指示を待つことはできません。杉並区とこの3つの自治体は横のつながりの中で被災地支援をすることに決めました。この新たな仕組みを自治体スクラム支援会議と名付け、継続的に南相馬市を支援する体制を整えました。自治体スクラム支援会議では、震災後南相馬市への支援を続けるとともに、自治体同士の横のつながりを軸とした水平的支援の有効性を訴え、国の正式な仕組みとして整備していくため、国への要請活動などを行ってきました。また南相馬市への支援にとどまらず、それぞれの自治体が大規模な災害に見舞われたとき、お互いを支え合うことのできる関係を築くため、日常的な交流を重ね絆を深めてきました。
平成28年11月4日、青梅市役所で第10回スクラム支援会議が開催されました。東日本大震災から5年が経過しまして、自治体スクラム支援会議は本日の開催で第10回目の締めを迎えております。この会議には新たにメンバーに加わった北塩原村と青梅市のほか、杉並区と交流のある南伊豆町や忍野村など9つの自治体が参加しました。会議では南相馬市への支援の継続や自治体同士で連携し防災力を向上していくための具体的な協力事項などが確認されました。またオブザーバーとして参加した東京大学の大森航名誉教授からスクラム支援会議の意義について改めて発言がありました。大自然は通常は大きな恵みをもたらしてくれるんですけど、一応その災害を出てきますので、その時に被災地の方々が絶対にこう諦めない、非常に強く諦めない、どんなことがあっても諦めない、自分たち地域は絶対諦めないと、そういう諦めない心が固くなって、その時にそことお付き合いがあるような皆さん方がですね、見て見ぬふりはしない、絶対に捨てない、だから諦めない心と捨てない心が結びついた時にこの自治体スクラム会議が成り立っているというのが私の見方です。南相馬市は今少しずつ復興の道を歩んでいます。東日本大震災で多くの尊い命や財産を失いました。しかしその経験を生きていく勇気に変えて、人々は前を向いて生活をしています。我々にとっては諦めないというよりも、この被災が逆に言うと魅力の発信基地になっているというふうな捉え方をしたのは、地方創生というか地域再生としては非常にいいんじゃないかなというようなことで、いろんな取り組みをやっているところです。田んぼの真ん中にあったんです。でやっぱり自分の前の家が見えるとこがいいって、うちのお父さんたまたまここが見つかって、もうこんなんでは自分も動くのに大変だしやめようかなと思ってたら、一緒にやってた仲間がすごいみんないい人たちで、もう一回やってくれって何回も来て、でいろんなもの、何かないものとか必要なものあったら持ってくれよっていつでもこう声かけてくれるんですね。それでうちのお父さんがこの仲間とだったらもう一回やってもいいって。震災がありまして、まあ、そんな中でたくさんの方々のご支援を受け、今現在せでって鹿島の方には、まあ、遠方からたくさんのお客様にいらしていただきまして、おかげさまで南相馬市の活性化に少しでも貢献できればなという思いで従業員一同携わっております。僕はまあ目の前のこと一個一個強く太くしていく、あとは誰も取り組まないところに手をつけて、それを事業化していく、そういうことを、地道にやっていきたいなと。僕らのミッションはここに100の課題があるならそれを解決する100の事業を生み出すっていう、それが僕らのミッションなので、それをもう50年100年かけてやっていこうと、そういう考えですね。スクラム支援会議の取り組みを通して自治体同士の連携は強まりました。南相馬市の人々の諦めない心は、支援する側だった私たちの心を大きく動かしました。また南相馬市の人たちは日本中の多くの人々の見捨てない心を知りました。いろいろこう失ったものもあるんですけども、それによってこういろいろ
得たものもあると思うんですね、考えが。だから私はそれなりに今後 の自分の人生は楽しめるような人生にしたいし、周りにもそういうものをこう広められたらいいなと思います。諦めない心、見捨てない心。